こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 広告の使い方ですね。Amazon 広告設定して、表示がね、676件で、クリックは1回のみ、売れてないというような、例えばこういうケースの時、どういうふうにしてクリック率を上げるか。普通に考えるとね、広告使うとそういうふうに考えるんですけど、Amazon の場合は、その考え方はちょっと、効率が悪いです。アマゾンっていうのはね、売れるものは載せればすぐ売れるっていうのは特色なんで、わざわざ広告を使わないと売れないというものをですね、しかも広告いろいろ工夫したりテストしないと売れないというものを、なんとかあれくりいじくり回して売るっていうのがですね、あまり効率が良くないなというふうに感じます。で、今売れてる、最も売れてるね、転売アカデミーでアマゾン輸出やってくれあたって最も狙ってるスマホですね。このスマホなんかで見ると、例えばこのゴルフボールを見たとき、そもそもこの広告機能を使った広告の表示欄がないです。出てこないです。ということは何を表しているかというと、Amazon もまだね、始めたて、まあ、パソコン用で様子を見てると。で、広告で言えることは、まあ、ご覧のように、広告というのはですね、この、一緒に買われてますとかいうのもさらに下にありますんで、結構見にくい位置にあります。で、見にくい位置をね、わざわざ見に行ってクリックして買うということは、買われる商品なら買われるけど、まあ、見てもクリックされない商品だとね、ちょっと頑張ってもなかなかクリックさせられないと。クリックさせたところでね、売れなきゃしょうがないというところがあります。じゃあどうするかということなんですけど、出品した商品ですね、片っ端から広告を使ってみて、成果が上がった広告ね。で、成果の上がった商品を、あ、この商品はなるほど、広告で売れるんだなということで、広告で売るのを狙った商品も一部入れていく。あるいはね、広告使っておくと売り上げが若干アップするというのを自然に使うという程度がいいです。あれこれキーワードいじったりなんだかんだしてですね、やっていくのも、独自ショップでね、やっていくんだったら、まあ、せっかく来たお客さん逃さずにね、売らなきゃいけないんで、やった方がいいんですけど、Amazon だとね、もう嫌になるほど、トランザクションあるわけです。見に来る人はいるわけです。で、その中でね、見に来て、売れる商品、で、売れて儲かる商品を見つければいいんで、わざわざね、広告うまく使えない商品をあれこれ広告、設定するのはどうだろうというふうに思います。で、一つヒントとしてはですね、例えばこのゴルフボールを見たとき、まあ、スマホの画面などないんですけど、パソコン画面で広告を表示して売れる商品。例えば、広告を表示したときに、このキャロウェイ、この変わったボールですね。これが出てきたらおそらく売れます。というか、私なら買えます。まあ、なぜかというとですね、ボールを見た人が、何このボールっていうふうにね、珍しく興味を持つもんなんですね。で、珍しく興味持ってクリックしてみたら、まあ、そんな高くはないと。一回使ってみようかな。思うのでクリックされる。まあ、こういう形で広告使うとより売れると。ただそもそも広告使うとより売れる物件はですね、売れたら今度一緒に買われてますに乗っかってくるんで、広告使わなくてもまあ売れるだろうと。だから広告はね、まあ手間かかんないんで使ってみたらどうですかという感じで、そもそもそれほどは意味がないと。ただ一部の商品は広告使ったら売れたというご報告もいただいてますんで、あながち、全く使えないわけじゃない。ただ今は広告のやり方を研究するより、広告で売れる商品、あるいは、載せれば売れる商品、そっちを探した方がはるかに効率がいいというのを覚えておいてください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。